マザーボードを取り付け完了できましたらですね、先に難関のあのスイッチの方をやってしまいましょう。スイッチ、これかな。スイッチのマニュアルですね。何を書いてるかさっぱりわかんないんですけれども、ここを見ますね。こちら。老眼で見えないです。パワー LED、プラス色がついた方向ですよね。ID LED ですね。左側から順番に取り付けていくという形になります。それではちょっとやってみましょう。はい、パワー LED、 パワー LED ちゃいますね。パワースイッチをつけないといけないです。すみません。これがパワースイッチですね。見えます？見えないですね。POWERSW って書いています。パワースイッチをですね、取り付けます。ここですね、この位置、パワー SW プラスマイナス関係ないみたいですね。で、その下リセットスイッチですね。じゃあパワーとリセットで先につけちゃいましょう。で、基本的にですね、パワースイッチと リセットスイッチはさえ取り付ければパソコン電源入るはずです。あとの LED 関係ですよね、の方は間違えていても、いわゆるパソコンの起動の方には支障は来たさないということになります。これですね、リセットスイッチ。はい、ああ間違えました。はい、合ってますかね。ついでに、ハードディスク LED ですね、ハードディスクアクセスランプですね、をつけちゃいます。左側がプラスということで、色がついている方で、つないじゃいます。で、これがパワー LED ですね。電源入れた時に、点灯するランプのスイッチです。はい、これでスイッチ類完了ですね。で、あとはちょっとこれバラバラになっちゃったんで、これはパスします。で、外付けのいわゆる USB ですよね、をつけるんですが、 USB のインターフェースもマザーに大体書いてますんで、で、通常はこんなテープ止めじゃないです。いいパソコンケースでしたらちゃんとカプラーになっていて、ガチャッとはめ込みできるようになっています。見えないですね。